ウサギ、こんにちは。あなたがリディア？そういえばさ、イベリコじゃなくてイオニアさんも、あれ豚がいる。いや、そっちじゃないんだけど。プピー、行き倒れてた。優しいね。イオニアさんもさ、なんか一番仲間になってた時あったじゃん。あん時走る時すごい可愛かったんだよね。女の子走りっていうか。私が雪山のマジプシリディアよ。あなたたちがお探しのものはこの家の裏にあるわ。まさかあのハニーが抜かれる時が来るなんてね。あなたが針を抜いた時、私は消えてしまう。それは私たちマジプシーの定めから全く構わないし、その時が来たらそれを嬉しいこととして迎えるつもりよ。ただ気がかりなことがある。私が消えてしまうとウサギの面倒を見る人がいないの。でもウサギも野生だから自分たちで何とかすると思うけどね。まだ元気を回復してない彼のことも、まああれはほっといていいんじゃないかな。優しいんだね。でもその時を私の意思で変えることは許されないの。その時にすることは全ていくうまくいくはずだから。困ったり迷ったりしてることがもう間違いなのよ。ダメね私、マジプシー失格かもしれないわね。その時を信じられないなんて。リュカは、あなたは針を抜きなさいね。その時なのだから。まあね。あなたはここにいるの？あ、待って、嫌な音する。違う。じゃあ早く外出て止めた方がいいよ。あ、やばい、行っちゃった。多分今私が動かしたんじゃないと思うんだけど。もうなんかやることなすこと派手すぎ。あ、抜いちゃったもん。あ、抜いちゃったっぽいな、これ。でもいるってことでしょ、抜いた人がそこに。えらい長いけど。この音楽のバージョンもいろいろあるね。で、どうなってるの？わあ、雪だるまも。乗らないの？こんな形で対面することになろうとはね。マジそういうのなの？何も言ってくれないんだ。鉄球メカゴリラ、これのためにフリーズ覚えたのかな。確かフリーズに効くんじゃなかったっけ。フラッシュしよっかな。フラッシュして、で、催眠術は効かないだろうから、機械ってブレインショック、あ、オフェンスダウンしとこう。で、匂いを嗅ぎます。くんくん、雷か、涙に弱い。じゃあ合ってるね。お、下がったか、下がった、よかったよかった。うほー、効け。効果がない。ん、使ったのフラッシュだよね。フラッシュ効きやすいって書いてあったよね。涙だからフラッシュだもんね。
でももったいないな、12も使うんだもん。じゃあオフェンスアップを自分にして、雷？だって当たんないかもしんないんだもん。ちょっと試しにフリーズ使ってみていい？覚えたてだし。で、回復しようかな。トンカッチャン80ぐらいのない？てか、あれ買うの忘れてた、裏漢方。お金余ってたのに。温泉卵でいっか。どうかな ?117。ファイヤーしてみよう、じゃあ。バシリラム使おう。弱い。おー、弱い。じゃあフリーズかな。フリーズで温泉卵を食べさせ、あ、てかボギープロンもやばいじゃん。ボニーだ。よく見たらやばかった。なんで よりにもよってあら、ポロ無理だな。無理だから、あれ、なんでなんでなんで自分に死なかった。ちょっと最悪最悪。しかも一人しか生き返らせられないもん。あれ、ちょっと待って、裏漢方ないくん。あったったった。もう完全にミスった。テンション下がるな頑張れ頑張れ、いける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 。あ、親指痛い、このゲーム。死んだの本当に痛い。もっともっとちゃんと回復しとけよかった。あ、間違えた、サンド使っちゃった。おお、当たった、強いあ、待って待って待って、やばい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 。え、てか本当にオフェンスアップ入ってるよね。じゃあオフェンスダウン。待って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 、
あ、リュカ、それ死ぬんじゃない？リュカ、それ死ぬ気がする。あー、どうしよう。あ、大丈夫だった。クマトラはちょっと置いていく。初見なかったけどボロボロすぎてもう本当に嫌だ。何これ。うー、一人だけか。うー、二人でいい経験値が。本当に勝てると思わなかったな。なんかこんな感じで行ってしまってすごい残念よね。あら、走れる。あ、1だけ残ってんのか。あ、びっくりした。ごめん、抜ける方できなかった。まだ1本しか抜いてないんだよな。うん、ありがとう。うん、ありがとう。はい、白い箱。なんか心残りが起こる結末だったね。ちょっとカットしてるかそのまんまかわかんないけど、てか中の人こんな感じなんだ。じゃあ宇宙人じゃないんだ。人見知り。マジックバタフライ。私別に温泉に行く気満々だったからいいんだけど。あ、ちょっと待って、話しかける前に温泉行っていい？うわぁ、ちょっと本当にボス戦がひどいし、なんかもうやり直す気満々っていうか、ゲームオーバーになる気満々だったからさ、仕切り直すかとか軽く考えてたんですけど、まあでも初見で勝ててよかったです。でも完全に回復し損ねた私のせいなんで、まあちょっとこの反省を踏まえつつ、っていうかさ、全然さ、あったかセーター意味なかったんだけど。というわけでちょっと裏漢方を買っときましょう。よし、話はこっそり聞かせてもらったぜ。俺とお前らとは敵同士だ。お前らは俺に構わず、お前らのやるべきことをやればいい。俺はお前らと一緒に行動する。
つもりはない。びっくりした。でもあのマジプシーは見ず知らずの俺を助けてくれた。だから俺はここに残ってウサギの面倒を見る。それで貸し借りはなしだ。なるほどね。ほかほかする飲み物。ドリアはヒゲ剃りと口紅で、リディアは？リディアもヒゲ剃りと口紅。7個集めてなんかなるんかな。離れましょう。え、もしかしてさ、なんかこうソリ的な感じなの？この曲はスカイ…ん？どういうこと、どういうこと、これ。降りてるの？登ってるの？おお、なんかソフトクリームみたいになってる。うわ、怖い。怖い、普通に。ダスターどこにいるんだろうな。え、これ大丈夫なやつなの？なんかもう完全に雲の上なんですけど。あ、こんなとこ、冷蔵庫。まさかの冷蔵庫。大丈夫？すごいね、なんか今回めっちゃファンタジーだね。これ何？無視できない瓶だね。手紙が入ってる、読みますか？はっ！この文字は土星さんの文字だ。え、そっち？え、ちょっと待って、ちょっと待って。無視はできないけど行くとは言ってないぞ。まあでも会話変わってるかな、どうかな。戻ろう。ごめんなさい、ちょっと動画には残さないと思いますけど、ちょっと一通り会話をしてこようと思います。ちょっと動画に残さねばと思って一回ここまで帰ってきました。で、ここのね、線路を行って、ここを開けてなかったからここを開けたので、スーパーボムと高級バナナが入ってたのね。で、この奥行けるんかなと思ったら行けたんですよ。でね、そしたらこれ何？チャブ台に乗ってしまいますか？何の話？え、これも行く系なの？だってこれさ、どう見ても土星さんの形に見えるよねっていうね、話なんですよ。あー、ここか。はい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 。あ、そうじゃん。あの墓から行っても、あ、行ったら左のはしごにつながってるんだよ。だからどっちにしろどっちにしろあの連れて行かれてしまう系なのね。はい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 。ちょっと休憩しました。なんかさっきのボス戦が本当に辛くて。はい、読みます。襲われた。大変です。イカズチの方に来るといいです。ありがたいです。じゃあちょっと乗ってみようかな。え、馬なの？おお、早っ。イカズチ？早い。なんか振り落とされそう。ボニーポロンとかさ、なんか尻尾ピーンってなってるけど。こっちで合ってる？イカズチの方ってなんだろう。でもこっち砂漠の方行っちゃうよね。合ってるかな。でも他に行くとこないよね。イカズチの方だからこっち。おお、あ、そうだ、今の間にできる。あ、尻尾ピンってなってんの。違った、これ頭のリボンか。わざわざ看板を読んでくれ、なんとか。ふう、文字を読むのはとても難しい。ああ、なるほど。お母さんピンクじゃなかったか。ついでにやろうかな。じゃあ
このエリアにはもういないかな。じゃあ1エリアに1匹でも7匹いるんだよね。で今2匹やって3匹やってるから4匹か。と見つけた。と5匹てかお母さんどこにいるんだっけ。あいつこれそろそろ7匹になるんじゃないの。あと1匹ぐらいいる。お母さんどこだっけ。まだ全部回ってないから、いやこれそろそろ左か。お母さんそろそろ7匹っしょ。てかまたこれがいるんだけどやらないけどさ。あ待って進んでる。結局どう思ってるんだろう。ラーメン屋じゃなかった。トイレにも行かずに並んでたのに。そうつぶやく俺は呆然とドアを見つめているだけなのにあったかわいそう。あ待ってここ変わってるのかな。あ人減ってる。5本5本って絶対空気あるよね。カビが舞い、あ、ごめんなさい。走っちゃダメなのか。お母さんいたいた。で、来てるお父さん。チュッ。あ、旦那。あの時、湖のほとりで会ったモテモテのチュウさんで、今じゃすっかりマイホームパパですよ。どういうわけか店主は帰ってきてくれたんですよ。ただ、男としては昔の方がちょっと魅力的だったかな。そういうタイプが好きだったんだ、お母さん。あ、全員帰ってきた。よかったよかった。もうやっぱりなんかもらえるんだ。なんだろう、シールド取り紙。心に何か温かいものが感じられた。シールド取り紙、敵に貼られたシールドを剥がす。えやばくない。これボニーポロンに持ってもらおう。あ待って、でもさボニーポロンってさ、てか誰が最後までいるの。誰が最後までいるんだろう。ちょっと一番確実なのはリュカだからいるかもっとこう。サルサさらっと抜けたからね。よしよし。あ待って待って待って、もう一回話しかけよう。なるほどね。さてでね、お母さんを探してるときに気になったのが、こっちの雷槌島の右側が行けるようになってるっぽいんですよ。で、ここ地図が出ないんで、この辺で引き返したんですけど、こっちなのかな？でも、こうハイウェイ作ったんだよね。あ、今建設中。あここで降りなきゃいけない感じかな。あ、どうあってもいけないね。降りるしかなさそう。あっ！ああ！ゴキちゃん。あれのあれ？わあ、すごい。あ、ハドセイさん倒れてる。で、天井見てるです。天井見てた。いけないきなこ。あこの曲わりかしやりやすいはずなのに。何ですか。ダン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 。あれダメだ。ちょっとガードしとこうかな。やめてー。あ、そんな変ってあれじゃないのかな。あですよね。ああまあいいけど。
ちょっとやっぱ怖いな。ああ、ゴールドダメなんだ。ガードも意味ないね。素直にヒーリングやればよかった。思いっきりバックバック変って治らないの？変って治らないんだ。オッケー。はい、はい、治った。